ちは、JAXA宇宙飛行士の野口聡一です。ですね、前回ラーメン対決で、焼きそばやりましたけども、その後いろいろコメントをいただいて、焼きそばがかわいそうだと、UFO 焼きそばせっかく初めて宇宙に来たのに、点数が厳しいんじゃないかと。一つの理由がですね、水がなんていうのかな、多かったっていうか、指示通り入れたんだけどちょっとラーメンっぽくなっちゃったっていうのがあったですね。今回は UFO ラーメン再挑戦してみたいと思います。で、今回は何をやるかというと、水をちょっと減らす、大体ね1割ぐらい減らして、でその後ですね、オーブンに、指示は5分になってるんですけど、それを一気に、20分に増やしてですね、水は少なめ、その分、オーブンで温めてふっくらとさせるとどうなるかを試して、それで再挑戦したいと思います。はい、ということで UFO 再びやってまいりました。こちらの UFO ですね、前回の、対戦の時には、麺がちょっとラーメンっぽすぎるじゃないかと、焼きそば感がないっていうことでですね、残念ながらラーメン対決1位にはなりませんでしたけど、今回は特別に再挑戦で、水分を指示よりちょっと少なく、大体1割少なくして、で、温める時間を5分なのを一気に4倍にして20分にしてやってみます。見ました、相変わらずこの いい香りがソースの香りがします。さて行ってみましょう。 UFO 焼きそば再挑戦。いただきます。うん、あ、こっちの方がね断然美味しいですね。あ、焼きそばっぽい、鉄板の上で温めた感じにちょっと近くなりました。ふっくらとした感じ、水分少なめで、その分多分ねソースも濃くなってんだね。あ、これ水分指示より少なめの方がいいかも。いただきます。ソース焼きそば美味しいです、大変美味しい。ということで今回は、ソース焼きそば再挑戦ということで、こちらの UFO 焼きそば美味しかったです。じゃあまたね。